はい、スピリット申しまーす。7年後で待っている第2話目です。続きやっていきます。さあ、病院のね、診察室まで来ました。先生に、一木いいの先生に挨拶をした時に薬を飲んで、その後香水の匂いを嗅ぐと、香水だったかな、お香かなの匂いを嗅いだ時に眠くなってしまって寝てしまいました。さあ、この文字見えてるハルトくん、これが主人公の名前ですね。ハルトくん、一木先生に呼ばれてますね。この点点点かわいいっていうか、チャプター2とかいう文字もかわいい。何これ、ほんとかわいい。なんかすごいハマっちゃうこれ。大丈夫かい？少し様子がおかしかったけれど。大丈夫です。多分。本当に大丈夫かい？今日が何日で何曜日かわかる？3月29日、月曜日ですよね。よかった。大丈夫みたいだね。そうだ。今日はこの後、どこかへ遊びに行くのかな？いえ、特に用事はないんですけど、さっき先生も言っていた近くの病院に行ってみようかなと。そうか。実は僕からもご両親に渡すものがあってね。今は、ちょっとどこへしまってしまってどこかに、あ、でも今渡すときっと邪魔になってしまうよね。そうですね。よかったら帰りにまたここに寄ってもらってもいいかな。あ、わかりました。じゃあまた後で来ます。それじゃあ失礼します。ああ、それと最初に話したハルトくんの昔の話だけどね、僕も君の話を聞けば何か思い出すかもしれないし、また気になることがあれば気軽に来てくれていいから。じゃあまたね。なんだ先生、気になるよ。なんだろう。はい、ありがとうございます。じゃあ、あ、こっから動けるのかな。先生ちょっと話しかけてみようか。じゃあまたね。これだけか。さあ、では外出まーす。さっきの何だったんだろう。薬飲んでお香の匂いを嗅いだらフラフラと。今まであんなことなかったのに、あの薬なんかやばいものなんじゃ。正解です、それです。多分大丈夫かな。大丈夫じゃないと思うな。いやー、先生いい人かな、どうかな、どっちだろう。はい、では一回外出まーす。とりあえず病院に行ってみようかな。さあ、では病院というところ行ってみましょう。さあ、病院の庭に来ましたね。あ、人がいる人がいる。話しかけてみましょう。入院患者、いつ治るんだろう。治るのがわからないのってやっぱ不安ですよね。さあ、この方も入院患者さんですね。ここは空気が綺麗だよね。ねえ、っていうか、昨日ね、すいません、昨日っていうか、まあ、前回の動画、音声が大きくて BGM がちょっと小さかったですかね。今、BGM 聞こえるでしょうか？もしね、まだ BGM 小さいよ、聞こえないよ、せっかくいい音なんだから聞かせてよっていう方、コメントで教えてください。本当にね、いい、綺麗な音楽流れてます。入院患者、花はいいなぁ。なんだろう、なんか、ゆっくりとした空間が、時間が流れてますね。こっちはいけないようなので、さっきの看護師さん、話しかけてみましょう。ストーリーが進むかな？はい、後ろから。月曜日から忙しい忙しい。
あ、進まなかったね。じゃあ中。あ、中も入れない。病院の庭だよね。あ、ここが入り口か。あ、自動で動いてます。ここは？あ、懐かしい香りがする。懐かしい出たよ。おう、移動した？もしもーし、聞いてる？聞いてるよ。いっぱい見えるかな？え、誰、葵ちゃん、いっぱい見えるかな？楽しみだね、流星群。あ、過去の改造なのかな、これ。楽しみだね、流星群。そうだね。よし、じゃあ行こう。うん。赤いリボン、おっきな子ですね。オープニングのあの子の後ろ姿にやっぱ似てるね、これ。今、自動で動いてます。うん、バッチリ。あとはここで、待つだけだね。ふう、あ、葵、大丈夫？え？やっぱり熱、あるんじゃない？え、大丈夫、大丈夫だよ。ちょっと疲れただけ。本当に？本当本当。ならいいんだけど、しんどくなったらちゃんと言ってよ。優しいね。でもどうするの？きっとこの階にはもう誰もいないよ。誰もいないよ。あ、ほらあれ、ナースの人が来てくれるボタンじゃないかな。本当だ。でも、ボタン、二つあるね。そんなややこしいナースコールやめて。青と赤、どっちだろう？両方押しちゃっていいよ。好きな方の色、とか。そんなので大丈夫かな？絶対大丈夫じゃない。大丈夫、大丈夫。それにね、ほら。私じゃなくて、ハルトの方が先に降参しちゃうかもだし。そしたら私が、ボタン押してあげるね。なんかそれ競争みたい。競争だよ。いや、我慢比べかな。とにかくしんどくなったらちゃんと言ってよ。了解。階層だよね、多分ね。ん？ちょっと寝ちゃってた。今何時だろう。葵？葵、どうしたの？大丈夫？葵。大丈夫。熱がある。誰か呼ばなくちゃ。青と赤。青！はい、どうされましたか？あ、青木春人です。今、第二病棟の2階にいます。え、ハルト君、何してるの？みんな探してるのよ。愛花さんは、葵ちゃんは一緒なの？愛花、葵も一緒にいます。でも、とてもしんどそうで、熱もあって、早く来てください。すぐに向かうから、そこで待っててね。葵、もう大丈夫。すぐに誰か来てくれるよ。ハルト。ごめんね、流星群、見れないね。そんなのまた今度でいいよ。ありがとう。ところで、どっちの色を押したの？え？青だけど、私は赤の方が好きだな。じゃあ次は赤を押すよ。何それ、変なの。でも、今度はきっと、私が押してあげるね。だから競争じゃないって。次は、花もいいな。花？うん、花。花か。いや、途中ね。
申し訳ない、私青木春人って言ったよね、多分ね。青木じゃなかったよね、名前。空木？あれ？なんだっけ？いや、申し訳ない。ちょっとね、名前、読み間違えたなーと思って。いや、申し訳ない。申し訳ない。あ、続き、いきます。うん、ハルト。今のは、僕の記憶？葵、そう呼んでたけど、ダメだ。これ以上思い出せない。でもやっぱり僕はこの病院にいたんだ。葵、あの女の子は一体。そうだ、もしかしたら一木先生みたいに僕のことを覚えている人がこの病院にいるかもしれない。ちょっと聞き込みしてみよう。お、そこ、おっきなびっくりマークの看護師さんが。でもこんな場所でいきなり話しかけるってちょっと恥ずかしいな。いやいや、何言ってるんだ。そのためにこの町まで来たんだから。お、動くかな？あ、動いた動いた動いた。おっきなびっくりマークついてますね。はい。あ、やっぱ青木じゃないよね。空木。空木？空木だよね。空木春人と言います。僕のこと知っていますか？はい、知っていますか？当病院に入院されている方ですか？あ、いえ、すいません。やっぱり大丈夫です。そうですか？では。うん、そりゃそうだよな。これじゃあただの変な人じゃん。よく気づいた。ハルトくん、よく気づいた。他の人にも話を聞いてみよう。めげないね、でも。ああ、次はこっちだ。私は誰ですか？聞いちゃうのかな？この前、私変な噂聞いちゃって。あ、こんな噂聞いちゃって。この病院、霊安室にね、幽霊が出るんですって。やだ、怖い。もう私本当に幽霊とか苦手で。ほら、この前もね、話しかける隙がないな。新しいびっくりマーク。僕は空木春人と言います。昔の僕を知っている人を探しているんですけど、見覚えありませんか？え、ちょっとわからないかな。どうして探しているの？僕、昔の記憶があんまりないので。そう、でもごめんね。私は多分君には会ったことないわ。そうですか。変なこと聞いてすみません。面白い子ね。でもごめんね。手伝ってあげられるといいんだけど。ほら、今お仕事中だから。あ、そうですよね。お仕事、お邪魔してすみません。いや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 、ハルト君、なかなか立派な青年っぽいね。若い、7年経ってんだよね、さっきの回想から。空木春人と言います。僕は昔この病院にいたんですけど、当時のことをあまりよく覚えてなくて、僕のことを知っている人を探しているんですけど、ん？君のことを知ってる人？か。どれくらい前にこの病院にいたの？7年以上前ってことしかわからないんですけど。7年か。私がここに来たのは3年前だからな。そうですか。ありがとうございました。ダメか。外の人にも聞いてみよう。外ね、外行こう。作業員。はあ、俺も休憩したいな。はい、この方、どうでしょう。おじいさん。そうじゃ。読みかけの新聞を置いてきてしまった。以上です。よいしょ。はい。突然、変なことを聞いてすみません。どれくらい前からここでお仕事されてるんですか？ん？2年ぐらい前だけど。何？
誰か探しているの？昔の知り合いというか、まずはこの町に昔からいる人を探しているんですけど、全然見つからなくて。まあ俺は知らねえな。この町のことで知ってることって言ったら、確かこの前でかい事故が。ほう、あ、スーツのとこ、なんだ、すいません、ペンキが服に飛んだかも。あ、ああ、でも同じ紺色だから全然わからないし、大丈夫かな。気にしないで続けて。優しい。スーツにペンキ飛んで大丈夫だよって言える。なんだなんだ、あっちでも事故ってやがる。あんちゃんまたな。優しい助けに入るよこの人も。いやー、いい世界だね。もう少し他の人に聞いてみよう。お、あー、ダメだ、全然わからないや。あのおじいさんで最後にしよう。さっき新聞読むって言ってたおじいちゃん、あの空木春人と言います。ちょっと昔のことを調べているんですが。あ、あんたさっきからそこら辺で聞き込みしとるみたいじゃの。え？と、そうですね。じゃがもうちょっと粘った方がええの。あの勉強塗っとるやつなんか途中で話を終わっとったろ。わしに来る前にもう一度あっちに行ってきたらどうじゃ。何を知ってるのおじいさん。いえ、あの人はもう事故だったかの。話は少し、あ、ごめんなさい、これはハルト君だ、おじいちゃんじゃない。事故じゃと、もしかしてこの前の西方爆発事故のことか。え、多分それかな。なんじゃなら最初からそう言え。何を隠そう、わしは昔はバリバリの新聞記者でな、今じゃこんなんじゃが、あの事故のことはわしもずっと怪しいと思っとるんじゃよ。そうなんですか？そうじゃ、あれは決してただの事故なんかではない。わしはそう睨んどる。あんな大きな爆発で何人も死んだというのに、公開された情報が少なすぎるんじゃからな。へえ。ハルト君、ちょっと引いてるね。わしも定年を過ぎて、体にいろいろとガタが来たからの。ちょっと中断しとるが、いつかは真相を解明してやろうと思っとるんよ。そうですか。実は僕、事故っていうか、7年前からこの病院にいる人を探していて、事故のことはいつどこであったのかも知らないんですけど。ん？何を言ってるんじゃ少年。事故があったのは7年前、この病院じゃよ。いやー、あー、ここ真っ暗にする、やばい、鳥肌立っちゃった。あー、続きいきます。あ、続き終わった。チャプター2、昔の出来事、エンド。ああ、やべえ、鳥肌立った。ゾワッときた、ゾワッと。ああ、すごいね、これ。セーブします。はい、というわけで今日はこの辺で。チャプター2、昔の出来事。ああ、全然記憶の手がかかられなかったな。ごめんなさい。チャプター3入っちゃったけど、今日はこの辺で。また、続き気になるね。事故があったのは、この病院じゃよ。ゾワッとしたよ。なあ。はい。じゃあ、続き、また次の動画でお会いしましょう。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。もしね、面白い、気になるっていう方は、自分でダウンロードしてやってみるのも面白いかもしれません。私はこういう風にゆっくりと読みながらやっていきたいかと思います。もしよろしければ続きもご視聴お願いします。では今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いや、失礼します。じゃあねー。